どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは YouTube で話題になった戦慄の海外恐怖映像。自宅で起こる怪現象から防犯カメラが撮った映像まで、今回もゾクッとするやつを持ってきたんで早速見ていきましょう。最初に紹介するのはニコラスさんが投稿した一本。彼はあまり動画を投稿しておらず、 TikTok を見ると何気ない日常のワンシーンが大半なんですが、ある日彼はおかしな瞬間を撮ったらしく、5月の頭頃彼は友人とドライブをしており、その道中2人が休憩中に談笑していると近くの家に目が行ったみたいで、家には窓があり、そこに住人が映るんですが、どうやらその頻度がおかしくて、No es normal eso. No. Vaya, paró. Sí, porque no es que sube y baja así del...住人は何度も窓を通り、その速度は明らかに異様。シャトルランをしていた可能性もありますが、家でそんなことをするとも思えず、いかんせん情報が少なく、いまだ真相は明らかになっていませんが、住人は一体何をしていたんでしょうか。次に紹介するのは、とある警備員さんの恐怖体験。映像の舞台はメキシコ。彼は古い学校に勤めており、ある日、夜勤に入るんですが、勤務中、校門に誰かやってきたみたいで。カメラには女性が映ってるんですが、よく見ると手が異様に長いような。警備員が急いで校門に向かうも、そこには誰もおらず、女性の姿はなかったみたいで、なんで正体は未だ分かっておらず、写真しか情報がありませんが、これは単なる不審者か、はたまた何か映り込んでしまったか、皆さんはどう思いますか。次に紹介するのは、デモルソーさんが投稿した一本。投稿者はとあるクリニックで働いており、職場の様子を投稿していたんですが、ある日院内で変なことが起こって、というのも聞こえるはずのない声が聞こえてきたみたいで。
That was clear though. Like, that was super clear. Here it goes again! I mean, that was clear though. Like, that was super clear. There it goes again! Do you think it's funny? It said, yeah. Stop it. And then the freaking phone rings. Do you think it's funny? It said, yeah. Stop it. And then the freaking phone rings. 映像には子供とおぼしき声が入ってるんですが、撮影当時クリニックに子供はいなかったみたいで、どうやら私が見える、突然そんな声が聞こえてきて急いで動画を撮ったんだとか。怪現象はこれ以外にも起こっており、後日今度は倉庫で起こったみたいで。Do it again. Fuck, I'm shit. Jesus Christ. Come on. You can do it. Move it. Come on, move it. Come on, move it.Stop. Move it, come on. Can you knock it down? You can knock it down, come on. Y'all, it... come on.Y'all, that box is f***ing moving. Can't even f***ing see this. Come on! Stop. Nope. 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 We're done. We're done. We're done. 撮影者は霊を煽り、それに応えるようにして棚から物が落ちました。タイミングを考えると、これが偶然とは思えず、正体不明の声と倉庫で起こったポルターガイスト、クリニックには一体何がいるんでしょうか。 That was clear though. Like, that was super clear. There it goes again!次に紹介するのはナキーシャさんが投稿した一本。投稿者は TikToker。ある日、新しいメイクを紹介しようと自撮り動画を投稿するんですが、そこにおかしなものが映り込んだらしく。Okay, so I put it on. But yeah, I feel, I always feel amazing when I have red lipstick on. I don't know why. I don't know why. But yeah, I feel, I always feel amazing when I have red lipstick on. I don't know why. I don't know why. 注目してほしいのは部屋の奥にあるソファ。そこをよく見ると誰か座ってるような。撮影当時、投稿者は誰かに気づいておらず、後で映像を見返して初めて気づいたみたいで。また、投稿者は現在一人暮らしをしており、人が映るはずないとのこと。投稿者は誰かを幽霊と考えていますが、誰かとは距離があり、
部屋も暗いんで何かを見間違えてる可能性もありそうですが、果たして正体は一体。次に紹介するのはナバさんが投稿した一本。投稿者は主に Vlog を投稿しており、パーティーの様子を撮ったりギターを弾く動画を投稿したり、心霊要素は全くなかったんですが、ある日動画に変なものが映り込んだみたいで、投稿者は犬を飼ってるんですが、その日は珍しく投稿者のベッドの上で休んでいたみたいで、急いで動画を撮るんですが、怪異はそこに映りました。お気づきになったでしょうか。注目してほしいのはテレビの下のあたり。そこには布団とおぼしきものが置いてありますが、そこをよく見ると一瞬誰かの顔のようなものが映っていて、撮影当時そこには誰もいなかったみたいで、誰が映ったのかわからない、投稿者はそうコメントしていました。顔はすぐに消えるんで何かを見間違えてるとは思えず、これを怖がっていたからワンちゃんはベッドに上がってきたんじゃ、コメント欄にはそんな意見もあって、こっちを見ていた顔、果たしてその正体は一体。最後に紹介するのはアレックスさんが投稿した一本。投稿者は貸別荘を持ってるんですが、ある日敷地内に男性が侵入。男性は裏庭を歩き回っており、数分後小屋に入っていくんですが、 I literally can't even make this up. Like if I wanted to make this up, it blows my mind. This just happened yesterday. So as you could see, he's wandering around my backyard. I don't know what he's trying to do. Now he's like thinking like where to go.And he actually ends up going into my shed. So you can see he opens it, goes into the shed. So I'm fast forwarding the time so you can see there's no movement. He never leaves the shed. どうやら男性は1時間経っても出てこなかったみたいで、カメラは男性を検知していたんで、投稿者のスマートフォンにも通知が来ており、彼は警察に通報。警官たちは通報を受け、小屋に入っていくんですが、なんと、中には誰もいなかったみたいで、後日投稿者が小屋の様子を投稿するんですが、中に隠れるスペースはなく、誰かいたら間違いなく見つかるはず。結局男性の行方は分からず、何の痕跡も見つからなかったんですが、この一件から数日経った後、カメラは何かを検知し動画を撮っていました。 And you can see he never came back until the next dayRight here. Notification on my camera that there's somebody in my backyard, and this guy leaves my shed. And he looks right at the camera too. That guy left my shed. 男性の顔をよく見ると、以前の男性と比べて彼は明らかに老けています。あれから時間も経っており、年齢も全く違うんで、二人は別人、そう思っちゃいますが、二人の顔をよく見ると、なんだか少し似ているような。この映像はすぐに話題になり、単なる仕込み、偶然似た人が泥棒に入った、そんな意見がありましたが、中でも特に多かったのは、男性タイムトラベラー説。具体的には、二人は同一人物で、若い自分と老いた自分が映り込んでいた、という説。かなりぶっ飛んでますが、どうやら、これには理由があるみたいで、
この映像が話題になった後、ネットユーザーは老人の顔で画像検索し、そこで似た人物を発見。この人物はスティーブン・A・ミラー。彼は2018年に亡くなってるんですが、彼を調べると、どうやらタイムトラベルに強い関心を持っていたみたいで、そんな背景があり、今回の一件に関わってる、相関がある人は多く、現在も議論は行われており、事の真相は明らかになっていませんが、男性の正体、皆さんはどう思いますか？ということで今回もやってきました、おまけのコーナー。今回紹介するのはシュール系面白映像。じわっとくるやつを持ってきたんで、早速見ていきましょう。You and your hat turned sideways. It doesn't even.個人的に特に印象に残ったのは4番目のラジコン映像。縦横無尽に爆走するラジコン、暴れっぷりがじわっときますよね。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイなら。